愛たちもありましたよね、アンダーセブンティーンコンサートの時いつか出てみたい。そういうモデルさんになることがそう小さい頃からの夢でもあるので、そうですね、いつかそうファッション雑誌に載れたらいいなって思います。そうなの、頑張ります、頑張る。そうなの、小さい頃から、そう、でもなんだろう、こういうイベントでもいいけどね、呼んでいただいてやりたいなとも思います。そうイベントであってもいいんですけど、そう呼んでいただけたらいいなって思うので、そうですね、頑張りますいろんなところで言っていきたいと思いますそう、そうですね、最近女の子のファンの方も一段と増えたので、そう今じゃないかなって思います。はい、ね、いつかね、本当に夢ではあるんですけど、そうですね、叶えられるように頑張りたいと思います。皆さん起きてるかな、眠そう皆さん、まだこの時間だと。そうね、眠そう。早起き慣れてない方は絶対眠いですよね。えい、はい、全然早起き、そうですね、最近も慣れてきたから大丈夫なんですけど、そうですね、でもね、ショールームの通知で目って覚めるもんなんですか？そんなにかな？どうなんだろう？覚めるのかな？どうなんだろう？いつもそれが気になって。結構冷めるみたいですね。じゃあ朝方とかに来られたらうーってなっちゃいますね。眠いのにって。あ、冷めない方もいる
が覚めない方もいらっしゃる。でも夜に逆に9時とかでも早く寝てる方いるかもしれないからね。そういう方には「あ、今寝たばっかなのに」ってなりそうね。え、そうだよね、そうなりそう。わかんないけどどうなんだろう。あい、誰のね、そうなんかショールームのフォローの仕方よくわからなくて、そう、そんなに多分してないと思う。わかんない。そう、今は何分だ、20分あとちょっとで終わりにし、あと10分ぐらいで終わりにしたいと思います。5時半ごろに、うん、10分ぐらいに始めたので、はい、そうしたいと思います。なので最後まで見てくださったら嬉しいです。でもね、そうだよね、早起き苦手な方もいますよね。あいもでも苦手な方でした。そう、苦手な方すぎて、そうですね、でしたねフ寒くないの？だって全然お家なので寒くはないです。寒くない。僕は早起きじゃなくて徹夜した。あー眠い。そういう方は眠いですね。眠いよ。そういえば寝てください、この配信が終わったらそうですね、寝坊しない程度に、はい、寝てください。布団の中から見てます。あー冬になると出たくないよね、布団から寒いから、冬ってあったかいところにいたいですもんね。そう、それでね、昨日ね、のど飴を食べ過ぎてね、口が痛いですわかります、時々なりません？飴食べ過ぎてみたいな、痛いね今それに、そう、まだそう、昨日なりました。もう、そう痛いね。あいちゃらしいあいちゃらしいですか。そう、痛い。もう食べたくないって思ったけど、でも全然まだそうカサカサなので、そうちょっとね、握手会までは頑張りますそう、多分そこまで食べないけど飲み物で頑張ります。そう、でもちゃんと、そうですね、喉ね、今まで
壊しててもそう喋ってそうやっていたので、そう書いてはやらないので安心してください。本当に声が出ないとかじゃない限りはやります。はい、なるべく自分で喋ります。そうです、前本当にねやばかった時ありましたよね。本当にもう病院行った時もね、もう本当に声出さないでって言われたぐらい、そう、それぐらいやばかった時あった一回。そう、もともと喉壊しやすい喉みたいで、そうなんですよ。なので安心してください。そう、ちゃんと喋るので握手会お待ちしてます。はい、お待ちしてます。そう、でもね、なんかね、そう、前にスタッフさんがすごい喉飴持ってたんですよ。春喉飴みたいな。そう、腫れるの。腫れるんですよ、口に貼って。そう、本当に、そう、いつだっけな、いつかのレッスン、あ、 B 公演のレッスンの時かな、もう壊してて喉。そうなの、の時のレッスンの時に、さすがに飴だと危ないじゃないですか、踊りながら飴は。だからそう、スタッフさんが春のど飴くださって、そうやったら全然もうすごい良かった。そう、本当にすごい、もうくっついてもうそののど飴だから喉もいい感じでした。そう、春のど飴あるんですよ。すごいよね。愛もびっくりしました。なんかすごかった。うん、初めて一瞬のど飴貼りますかって言われて、えっと思って、貼れ、どうやって貼るんだろうと思ってそう、そしたら、そう、これですって持ってきてくださって、すごーいってありましたね。ー、すごい時代が進化してるね、時代が進化してる、すごい、ついていけないついていってるけどね、え、本当にすごい、最近すごいですよね、いっぱいいろんなのがある。多分ね、普通に言ってると思いますよ。待ってね、調べてみますね。あ、多分ね、あ、これ売ってますね、どこにも。ちょっと待ってね。あ、でも全然本当に多分どこでも売ってます。そう、どこでも、うん、わかんない多分薬局とか売ってるんじゃないですか。本当におすすめです。なんだろう、なんかそういう喋るお仕事やってて喉を壊しやすい方とかは、そう、持っとくと普通に喋れる、その貼ってあるから、そう、普通に喋れるので、ぜひぜひ。なんかいっぱい喋るな今日、でも喉痛いなって時に良さそう。あいちゃんのおかげでいいこと聞いたねえ、本当にすごいよね、今びっくり。でもそんな感じですはい、じゃあランキング発表はしたいと思います。13位はグー、あ、クークーねるおさん、ありがとうございます。12位はどさくさにごめんさん、ありがとうございます。11位トークン、ありがとうございます。10位タンクトップさん、ありがとうございます。9位ギャローさん、ありがとうございます。8位は福岡小松菜さん、ありがとうございます。
7位響さんありがとうございます。6位ぷくぷくさんありがとうございます。5位くらあきさんありがとうございます。4位こばさんありがとうございます。3位 YK さんありがとうございます。2位がくしゃん香港さんありがとうございます。1位かずさすがさんありがとうございます。見てくださった皆さんもありがとうございました。ありがとうございます。そう今日もいろんなねところの方が見てくださって嬉しいです。ありがとう。山部屋 M2 ださらんへよ。はい、さらんへよ。はい、ということで今日の握手会の第1部と第2部ハロウィンのコスプレしてるのでよかったら皆さん本当に会いに来ていただきたいです。はい、会いに来てください。そして54枚目のシングルもお待ちしています。はい、ぜひ会いに来てください。お待ちしてます。はい、じゃあまたね終わり方が突然すぎて、はい、またね、バイバイぜひ押し増し券とか当日券も使います。お待ちしてます。バイバーイ。